なぜあなた方はギャルゲー住人に過ぎないかよね。それはリアル界って交際してないからでしょ。というかそのリアル界で、まあ大脳神室がちゃんと管理し認識してる世界。どの世界も人間おったら大脳神室あるやん。だがそれが活性化してる人としてない人。で、大脳神室の世界っていう時は、大脳神室が活性化してる人がやたら多いわけ。じゃあ、そこにも大脳神室がね、活性化してない人たちがいて。もちろんじゃあ、交際は別として、まあ、結婚は別として、ちゃんと結婚生活を維持できる人っていうのは、その大脳神室、活性化してますよ。じゃあ意外とね、地域個人事業してみんなことごとく大脳神室活性化してると思わない。そう見えなくてもね。なんでかって、まあ、それは、業界がね、相手にしてる業界がまあ違うから、同じ一つの商店街でも。ね、そうでしょ？商店の種類によって。相手にしてる業界も、その相手にしてる消費者タイプも違うわけで。じゃあ、自分が、その業界の消費者タイプじゃなかったらそのお店行ってもそのお店の人になんか別にピンとは来ないわね。ただその業界の消費者として行ったらめっちゃビンゴするわけやんか。でしょ？じゃあまあそれはそれとして皆様方ギャルゲーの住人に過ぎないっていうのは、だから交際相手を二次元に求めたからでしょ。昔だったらアニメとかその前コミックあったよ。例えば、銀河鉄道999のメーテルとか、絶大な人気が起こって、今も絶大な人気があるでしょ？ね、二次元美女の鏡やんか。いつまでもヒロインっていうか、女王の、女帝の位についてるやつ、いつまでもあの人な。二次元やけど。じゃあ、ギャルゲーっていうの？まあ、そういう、姫を育てんねやろ？メーテル999、究極の話。でも、土台無理やん。どんなゲームなん、それ。で、実際、銀河鉄道999は少年をメーテルが育てる旅ですし、で、鉄郎だけがね、メーテルに育てられたわけじゃないっていうのを皆さんご存知でしょ。その辺は銀河鉄道999以外の、松本先生の作品に書いてあるわね。で、うちが手に入れた、まあ、4巻まであるはずやけど、5巻、あ、違う、3巻までしか持ってない。ラグナログじゃなくてね、あれ。ジークリンだっけかな、ちょっと何やったか、まあまあ、一連のあの話、どう言ったらいいの、バルキリーとか出てくる、要するに、ワーグナーのね、組曲になった、ドイツ・ゲルマン神話ね、それの、まあ、SF 化された漫画っていうか、まあ、実際、現実、真実 SF やから、もう SF じゃない、S やから S やる、どう言ったらいいの、サイエンス、サイエンス。要するに、宇宙に一旦、退去なさった皆様方自我が、また地球に関わりたいな、云々の話。ざっくり言ったら、松本先生の立場すらないでしょ。ね。あんな大御所すら、かつては犯罪者として、地球から追放されて。で、皆様方、地球のことをむしろ学校というけど、じゃあ、宇宙空間何なんですか？って言ったら、宇宙空間、牢獄やねん、実は。そういう火を使うならね。地球のこと勝手に学校とか抜かすなら、宇宙空間は牢獄なんです。まして光になってしまったら、もう変更できんから。新しいストーリー作られへんねん。新しいストーリーを作ろうと思ったら地球に生まれて有機肉体になるしかないのよ。光って過去やからね。光った以上もう過去なんですよ。光る前が未来なの、実はね。そんなのはまあ、スピリチュアル界隈でも言われてるよね。じゃあダークマターこそが、まだ到達してない未来であり、その未来物質がやたら増えてきてると。宇宙空間になんかやたら、ダークマターがやたら増えてきたって言われてるでしょ。まだ未決定の部分がやたら増えてきたよってことね。あーって。これ、アマが物語自分で書くからじゃないのと、そうやね。その約束やもんだって。だから、うちが一番頼りにしてた、その外注先の先生が松本零士先生やね。まあ、言わずもがなかもしれんけど、今更な。だから、まあ、うちのことを
書いたような書いてないような上手な書き方しやんの。他の先生はそうでもないやろ。もうはっきりとこれうち、お辻のことやんと、うちのことやんかって、はっきり分かるの作品多いけど、ただそれはそれでね、うち思い出しやすい。でも最初から花からね、もう思春期じゃなくていた物心ついた頃から松本零士作品は身の回りにあるし、あれあれってその幼い頃あれあれっていっぱい思うやん、あれって いっぱいあれあればっかりね、漫画なんだからそういう時期にね。で、そういう漫画を提供なさる先生方もすばらしい内容やって、もちろん戦争の経験もあったり、敗戦の後の経験もあって、さてどういうふうに日本を立て直すか、物語サイドからどうやって立て直すか、けてきたよ。私たちは負けただけじゃないねんで、な、負けたってことはまあ失敗とすれば、失敗は未来志向です。でも未来を作るために過去を砕かな、砕くってことは壊すってことは分析するってことやん、実は。分析できへんような壊し方するやつはアホにしかなれへんでしょ。例えばじゃあ山本太郎が開いてきしまった扉っていうのは、今どんどん芸能界辞めてるやん、皆さん。ね、もう高い給料もらえるはずないから、大量生産もあり、コロナでも。もう明日、数百万円もらえんかったら、もう破滅の芸能人も多いわけ。もらえるよってやってこと、急にもらえへん事情ね、コロナの流行ってしまったら。で、ゾックゾック辞めてるやん。やばって、この業界やばって、ピューって逃げていってる。名門出身の人たちは、もっともっと上流階級の。ヒューヒューヒューって逃げていってる。制御につこうと思ったら立候補なんかされてみんな、な、これがローマ帝国滅亡の原因や、ね、ローマ帝国っていうのはね、実は皇帝おったけど、ね、皇帝ってどんな役職かやったら、今のねアメリカの大統領そっくりの職責やねん。それを当時皇帝って呼んだだけ、実は今のアメリカの大統領以上の権力なんかなかったやん、ね、実はローマ皇帝には。で、民会があって、ちゃんと民会が、議会がね、民会と呼ばれるものがあって、まあ、執政官がおったね、まあ、執政官が皇帝になっていってんけどね、はっきり言えば。で、まあ、だけど執政官が置かれることもあってん、皇帝、執政官、両方おる、そういう、時代か、まあ、そういう皇帝によっては執政官も置いたりしたり、元老院が、君の場合は執政官も置けっていうようなこともあって、そう、元老院があって、そっちは不変やろ。ローマ七つの家、な、からしか選ばれない。今の、コンクラーベ、もうローマ7つの家やねん、実は。全部シチリアやけどな、ね。シチリアやねん。な。さて、じゃあ結局、ローマ帝国のシチリアが支配してたのよ。な。びっくりの話やな。フェニキア家系が支配しとって、要するにはっきり言ってしまえば。じゃあフェニキアに集まっとったの、実は。オリエントの7文明の人たちはね、時々会議するために、シドンとかチュルスに集まっとったの、実は。まあ、どっからも来やすい。な、バビロニアじゃなかったんですかって言ったら、それはエジプトが嫌がるから。なんでバビロニア行かなあかんねんって。エジプトが嫌がる。ペルシャも嫌がる。なんでバビロニア行かなあかんねんって。でもフェニキアは呼びやすかった。で、フェニキアみたいな立場の合衆国を新たに7つの文明の代表で作ろうやって。それがローマ帝国だった。で、民会もあったん、当然な。で、いきなり文明が開花したのは、ローマの7文明の選抜者たちが移住したからね、ローマ市に。スメラ、スメ、要するにシュメールの忘れがためのシベリアに逃げてた白人の2人の姉妹を兄弟ってことにして、で、ローマの最初の2人の王にしたわけね。双子の姉妹王にしたわけ。これが真実。この辺の話が、まあ、リリスとかリリムとか、その、エヴァ以前、要するにイブ以前のアダムの妻って呼ばれるようなリリムとリリスの、リリスとリリムのね、話なんですけどね。で、じゃあ、アダムの妻って言われるけど、アダムなんておらんかったわけ、実は。ある前から、おんないから。フェニキア城あるかな、まあ、いわば。要するに、アルメニアの、アラム族の、アラム族のアルマの末裔やけど、フェニキアも、もちろん大先生やんか、うちの先生、何代前かの、要するに、先代の一人やんか。ね。アルマって名前継承されたわけ、中東でね。で、アルマとリリスの話でもあるし、でしょ？アルマ以外はリリスやったから、まあいわば。
はっきり言って。女はね、アルマ以外の女は全部リリスって呼ばれて。で、それがローマの建国の意図、意味やってんな。女神国やってん、実は。ローマってな。さて、それはキリスト教に侵されてしまったわけだ。で、結局そのキリストスタイルの皇帝が登場してきたわけね。ほんで、まあ、遣唐使とか、ギリシャ劇作家など、ギリシャ劇詩人などが民間にも参入してきて、そしてローマ皇帝に就任するようになってしまった。まあ、7つの家以外からも選ばれるようになってしまった。そして、ある遣唐使は、自分の手下の遣唐使たちが、ある遣唐使、その遣唐使がその皇帝に就任するのは否や、手下の遣唐使たちがローマ州を略奪し始めて、で、皇帝に就任した遣唐使は、もうどうしようもなかった。お前ら、何やってんのって。で、お前だけ何おいしいめって。そうじゃないだろうって。お前らの権利守るために、だからこれ権利の行使だって。それ、僕の立場ないじゃんかって。僕、皇帝になったから君たち略奪した。僕、立場ないじゃんかって。なんでって。なんでって。お前ら、アホかって。アホや、って。アホを救うんやろ。だから、山本太郎みたいな、まるで。山本太郎、国家神道にしたらこんなことなの、実は。で、山本太郎が開いてしまったのって、まあ、芸能人でもあれだけの演説をして、政治的な、ね、中身のカスカスの間違いやったけどね、デタラメやったけどね、実はね。まあ、はっきりと嘘やったけどね、山本太郎の演説の中身は。そうやけど、開いてしまう。で、芸能界、封筒に抜け出した人たちが、名門やから、もともと大した政治能力もない、知識もない。政治能力言うとも、政治家的な能力しかないね、マスコミなんとか。マスコミちゃんは芸能人なんか。な、マスコミが散々非難した政治家、政治家じゃなくて政治家、政治家程度の能力しかないねん、芸能人って。そいつらが政界参入する可能性があるやろ。大和が開いてしまった扉。地獄の扉開いたんちゃう。ローマ帝国滅亡、再来の。また、ローマ帝国、というか、権力者、最高権力があり、その下に議会がある。このシステム。壊すものが多数現れる。そいつらはなんと議会に登場する。議会を壊すものは議会に登場する。ずっと繰り返された民主主義の悲劇が、どんな規模になっても、どんなに関係者を増やしても、また始まろうとして